はい、皆さん、こんにちは、ユニティの金田一と申しますえと。株式会社ヒットポイントの高崎と申します。はい、この2人で、えー、旅帰るにまつわる話と、あとはあそこから離れる部分もあるんですけれどもお、課金、あと広告というところを混ぜ合わせた収益にまつわる話というのをさせていただきます。ははい、い早速いきましょう。はい えと弊社、えー、株式会社ヒットポイントについてちょっと軽く説明させていただ,させていただきます、えー、と2007年今から10年ぐらい前です、ね、に創立で資本金1000万円従業員は現在26か25ぐらいだったはずです、えー、2 5 6の会社ですけれども、えー、と名古屋と京都に2つのオフィスを持っています、えー、と主な、えー、と事業は スマーートフォン向けののゲームアプリの開発と運営を行ってます写真は、えー、と3年ぐらい前に開発した猫集めとも,もう6年7年前にの、えーと「元素クロニクル」という RPG ですねはいえっとちょっとこの場にあの僕の方があの呼ばれたのがこの「旅帰る」というアプリがきっかけなんですけれども皆さん「あの旅帰る」ってご存知ですかああ,ありがとうございます えとまあ、あのご存じの方もおられるようですけれども、ちょっと簡単に説明させていただきます。はいはい、旅カエルは、えー、とカエルを旅に送り出すゲームなんですけれども、あの画面に右下に見えているカエルですね。このカエルが、えー、と日本全国を旅するのが、えー、と好きなカエルで、えー、とこのカエルを。 まあ旅に送り出してあげるために、えっと旅の支度をしてあげるっていうのがゲームの趣旨になります。ま変えれば、その日本全国いろんなところを巡ってえっと旅をしてくるんですけれども、その旅から帰ってくると、えっとカエルからお土産や写真をまあもらうことができる。もその旅に出た先で手に入れたものですね。であったり、その旅先の写真。ちょっとご覧になったらで分かる通りええと。 絵本のような世界観なんですけれどもちょっと現実的な現実の日本を一応旅をするという設定になってますので、まあ、どこかで見たことのあるお城であったりだとかそういったところに旅立つようになってますで、えー、とこのゲームかなり振り切った放置ゲームになってますどのぐらい振り切っているかっていうと,、えー、とまずこのカエルなんですけれどもプレイヤーの意思と全く関係なく旅立ちますもう放っておくと勝手に旅に出ちゃいます でえっ、ー、旦か旅に出て、えー、と帰ってくるまでに数時間から数日3日4日帰ってこないこともありますその間、えー、と当然会話はいないんですけれども、えー、とユーザーがその間にできることといえば、えー、と庭に生えてくるクローバーを収穫していくだけこのクローバーの収穫も本当にすすっと指でなぞるだけなので2秒3秒で終わっちゃうようなそういう風なゲームです本当にまあこれだけなんですけれども、えー、とこのアプリ 3800万ダウンロードをしました、えー、とリリースが去年の11月末なのでまだ5か月ぐらいですかね、えー、3800万っていう数字は、えー、と日本なら、まあ、日本で考えれば3人に1人がダウンロードしてくれた数字なんですけれどもおそらくあの日本で、えー、と一般の方にアンケートを取ったとしてもそんなに知ってる人いないんじゃないのかなと思いますなぜなら、えー、ほとんどが中国からの ダウンロードなんですね。78.1%、8割が中国からのダウンロードです。次いで、えー、と台湾10.5%、で日本は3.4%ですね。これでもあの一応この3800万ダウンロードの中の3.4%ということなので、一応100万ダウンロードを突破はしているんですけれども、ちょっと全体の割合から見るとこんなもんです。 はい今、ダウンロード数に関して話があったんですけれども、別の観点、僕らユニ t y でユニティアズの観点でこれがどれぐらいすごかったのかというところなんですけれども、世界中のデベロッパーのたくさんのヒットゲームを抑え、なんとゲーム別の月間収益額、世界1位です。僕らももこれはあの,ものすごい驚いてい驚ててななかなかあの そう簡単にいろんな世界中のデベロッパーの中でいろんなヒットタイトルの中でまさかみたいな形ではあったんですけれども,でもこれが今出ている結果です。でえこれってあの人事みたいいなな形でで捉えて欲しくないんですよねあのイメージ的に例えばどんどんあのメジャーリーガーが当たり前になるようにっていう形でもう身近に世界で,でえ世界で数字を取れる世界で活躍する世界で愛されるゲームを 作っているデベロッパーがいるっていうのが当たり前っていう環境を僕らも支援していきたいなっていうふうに思っています。でこの世界一っていうところなんですけれども紐解いた時にもちろん圧倒的なダウンロード数があってっていうところとあとはこれ広告収益なのでもう一個キーになったのが中国の eCPM の高さだい4000弱ぐらいでっていうところがあってこれの掛け合わせで成り立った数字というところが背景になっています。 はい、で前提としてというところなんですけれどもこの講演の中でシンプルになぜヒットしたのかというような答えというのは残念ながらないですでただまあ答えはないと言いつつもでも何があのきっかけになってるんだろうっていうのを考えた時にこれはあの僕なりの観点なんですけれども、まあ、振り返って「Made with Unity」タイトルでこういうヒットタイトルがあったなっていうところを洗い出してみたんですけれども「旅帰る」 あととちょっと前に動物サーバトルで、えー、タイムロッカーとでこれらの共通要素って何なんだろうって考えました皆さん何か分かりますちなみにあの僕あのこれ貼って気づいたんですけど全てに動物生き物がいるみたいなのはあのこれ答えではないですからねあのたまたまというところでちなみに高崎さん「旅帰る」の前は「前作は何でしたっけえと猫集め」というのを作りました 猫集めこれにも動物がいるっていうところでもしかしたらみたいなっていうところはまあまあさておきっていうところなんですけど決して答えではないんですけれどもまあ一個キーになる部分っていうのはありそうでもそういうのっていっぱいありますよねという中でそのありそうでないというところの度合いとあとはそれを楽しめるプレイヤー層の広さ。 これはあのいろんな観点で例えばあの女性も遊んでますとか普段ゲームをしない層も遊んでくれてますとかあとはまあ海外みたいなそういういろんな観点でえ遊んでくれる人の幅がまあ掛け合わった時っていうところでえ出てくるものなのかなそれがうまくうはまったところがヒットとして出てくるものなのかなって思っていますとでこれって言い換えると。 まあ再現性あるようなヒット理由ではないっていうところなんでまあ,ある意味は全く参考にしようがないっていうところではあるんですけどただあのこれは皆さんそれぞれあの作られるゲームって自分が作りたいゲームを作るっていうところからするとまあ何かあのヒット作の参考にみたいな部分でどういうゲームを作るのか っっっててていいううのを変えるってことってあんんましないと思うんでまあそれでいくとそのまあ皆さんが作られるそのありそうでないっていうところをまあエッジを立てていくっていうところに可能性があるっていう観点では僕はそれぞれあの皆さんが好きに作られるっていうのは間違った方向ではないなっていうふうに思っています。はい、で、えー、じゃあ参考にならないと言いつつもじゃあこの公演の中でとあとはあのヒット作が生まれた時に何を参考にしうるのかと。 いうところで、えー、特にこの講演においてお伝えしたいことというところがはいこちらになります、はいえー、と1つ目「えー、と旅カエル」で起きていたことですね、まあ、あのヒットをした、まあ、それ自体はとても嬉しいことなんですけれども、まあ、それに付随してちょっと発生していた問題もあって、まあ、どんなことが起こっていたかも踏まえてちょっとお話しさせていただきたいなっていうのが1点ともう1つが「えっ、ー、と。 口コミの力、えーとまあ。うちのようにあの結構小さい会社になると大きくプロモーションを打っていくっていうことが難しいんですけれどもそうなってくるとやっぱりこの SNS というあの口コミの拡散力で拡散もうその拡散力を,をまあ何て言うんでしょうね、えー、期待してでその拡散してもらえるようなあのゲーム作りっていうのを大事にしている部分がありますのでちょっとその辺をお話しさせていただきたいなと思ってます。 はい、あと3番目、これはあの僕,からの僕らユニティからの観点なんですけれどもゲーム作りそのもの以外でもやることって実はいっぱいあってっていう中で、えー、それをフォーカス当てて、えー、お話し,します。ヒットを最大限生かすために次回作のヒットの確率を高めるためにやれることっていうのを触れます。はい、はい。い、えー、じゃあまず、えーと「旅帰りで起きていたことと。えーと まず、えー、とこのヒット自体は、えー、全く予期せぬヒットでした、えー、とその上でかなり波がひどかったです、えー、猫集めの時は、まあ、3年かけて2000万ダウンロードをに行ったんですけれども、まあ、その際も、えー、と波が2つありまして1つは、えー、と日本の方で大きくヒットしたっていうのともう1つが、えー、と北米の方でもあの大きくヒットしたんですけれども北米の方も、えー、と英語に ローカライズを対応したたっっっててていいううのががああそれで大きく伸びたっていう部分がありますなのである程度準備というか予測みたいなのはできてはいたんですけれども「旅帰る」自体はもうまだその時リリースして1ヶ月2ヶ月2ヶ月また経たないぐらいの頃に一気に跳ね上がって多い日には1日で380万ダウンロードというちょっとよくわからない数字が出たこともありました。 えとまあ、急激にユーザーががっと伸びてしまって、えーまあ、全く準備もできていないし、まあ、何かするにも後手後手に回ってしまっているという状態が続いていました、はいえーまあ、当然、えー、と業務にかなり支障が出ました、えー、と電,話が電話が鳴りやまないまだあの中国の方からいろんなお問い合わせいただきました企業さんであったりだとかあの一般のユーザーさんであったりだとか取材関係であったりだとか。 えとうちあの1回線しか電話の回線がないので1つ対応してるともう1つが受けれないなのでずっとあの電話があのこっちとしてはなりっぱなしだし、えー、とかけようとしてる人もあの全くつながらないっていう状態がもう1週間2週間続いてで、えー、とユーザーさんからのお問い合わせもかなりの数が来てましてちょっとあの不具合が1個あったんですけれどもそれに対する不具合お問い合わせがあって、えー、とメールがメールサーバーがパンクしました。 今までパンクなんかしたことなかったんですけれども、ユーザーさんがその。スクリーンショット付きで送ってきてくださるんですね。スクリーンショットがもう今、あの解像度が高いものばっかりなんで。一つ数メガとかあるようなの、ポンポン送ってきてくださって、えっ、ー、と、メールサーバーが半日でパンクするっていう状態が続いてました。で、えっ、ー、と、あとは大量の取材の申し込みですね。取材もいろいろ形式はあるんですけれども、やっぱり一つ一つ丁寧に答えていると、それを相応に時間がかかってしまって。 まあ、しびれを切らしたあの記者の方がの中国からわざわざあの日本に来てあのビルの方まで突撃してくるてこともありました。本当にあのエレベーターから入ってきて「こんにちは」って言ってちょっとあれは驚きました。で、えーとまあ、そういうふうな業務の主張があって、えーとまあ、全然仕事が回らなくていろんなヘルプを頼んだりしたんですけれども結果として。 あのプログラマーが寝込みました、えー、とこれはあの深夜まで残業をずっとさせていたとかそういうブラックな話ではなくてあのそういうこういったもうちょっとふ普段の業務とは違った業務のヘルプで入ってもらってもうあのユーザーさんのサポートは嫌だであったりだとかもう電話対応は嫌だっていう感じでちょっともう見入ってしまったっぽいんですね。で、えー、と2日間寝込まれたこともありました。 でえー、実際、そういうあの実務的な、まあ、その会社内での実務的な以外でも問題がいくつかありました発生し始めました、えー、とそれがまず、えー、と海賊版の応行中国で売れて中国の方だと,、えー、と今日本からはちょっと中国の方ががアンドロイド版が出しにくいんですね、えー、とさっきの数字っていうのは iOS 版だけなんですね実は。で、えーと で中国はだいたい体アンドロイドと iOS が7対3ぐらいアンドロイドの方が多いぐらいらしいんですけれども、えっと、そのアンドロイドが対応できていないけれども周りで流行ってるっていうことで、えっと、なんとかプレイしてみたいという人がやっぱり海賊版、まあ、勝手にアップされたものであったりだとかそういうものを落としてプレイしてしまっているっていう状態が続いたり「えっと、その旅帰る」っていう名前のゲームを他にも出したりして。 たりとかの偽アプリであったり同じシステムをそのまま使ったパクリアプリというのがその中国のマーケット上に結構出回ったそうなんですね。今は割とあの減ってはきてはいるみたいなんですけれども。で、えー、とそれ以外に、えー、と勝手なコラボ勝手なグッズ販売も行われました。えー、ともう例えば勝手に黄色いカエルを作ってその自転車とコラボしたりだとかあとはもう。 そうですねグッズとかで言えばあの許可もしていない、えー、とグッズぬいぐるみであったりだとかあとはスマホケースキーホルダーとかいろんなグッズを勝手にはん作って販売これに関してはかなりもうデザイナーがそのクオリティの低さに切れてましたね。はい、で、まあ、ちょっといろいろとあったんですけれどもそれに対してどう対応していったか。 まああのうち人数が少ないんでもう優先順位決めて対応するしかないんですけれどもえと優先順位としてはえーとユーザーに関わる問題で次に権利に関わる問題最後にえと収益に関わる問題特にこのユーザーさんに関わる問題っていうのが大きくてえーとメールサーバーがパンクしているのもお問い合わせの大半もユーザーさんからっていう部分もあったのでえとまずここを対応しないといけないっていうのでえと不具合の修正 簡単な質問ならもうそのサイトを見れば大丈夫というような FAQ よくある質問ですねのサイトを作ったりして対応で、えっと、まあそれで大体落ち着きはするんですけれどもやっぱりその権利に関わる問題であったりだとか収益に関わる問題ってなってくると、まあ、例えばその偽物の、まあ、許可していないグッズを作った会社があったとしてそこを一個一個訴え,訴えていくのかって言われるとなかなかそういうのって難しいと思うんですよね。 じゃあどうするか、えー、もう中国の方でもうパブリッシャーを探す中国の方でライセンス事業パートナーを探す要するにまあもう中国は中国のに強いもう企業を探してそこにお任せをするっていう形をちょっともう取っていくしかないかなというのでもうこれを探しました、まあ、現在これ自体は大体解決に向かってはいます、はいでえー、ともしも過去に戻れるならば 戻りたくはないんですけれどももしもそのリリース前に戻るならばこれをやっておいたなっていうようなことをちょっとお話しさせていただきますまず、えー、っとアプリ名だけでもローカライズする、えー、っとこの「旅カエル」全くローカライズせずに出したんですねなのでちょっとなんで売れたのかもわかんないんですけれどもあの 日本語でた漢字で「旅」でひらがなで「帰る」と書かれてるので、えー、と中国の方からするとそのひらがなの変換ができなないんでですねなのでど,うどうするかっていうとあの中国の方では、まあ、コピーをするっていう手もあるんですけれども、えー、SNS とかで広まるとあの広まった時に「旅行を仰がえる」っていう四文字の漢字であの表現されることが多くて皆さんその 文字でで検索をすするんですねそうすると全然違う偽物のアプリが出てくるっていう始末になってて一時期それがいそのマーケットで1位になってたりとかしてこっちはもうそんだけしかしないっていう状態がしばらくあったみたいなんですね。なので、えー、とアプリ全部ローカライズするってなるとやっぱりちょっとつらいんですけれども、まあ、アプリの名前だけでも、まあ、英語であったりだとかそうです、ね、アルファベットで表せるものであったりだとか中国を狙っていくのであれば中国語。 は入れてておいてもいいいのかなと思いますでもう一つが、えー、とメールや電話でお問い合わせが来ない仕様にするこれはあのシャットアウトするという話ではなくて、えー、と直接そのメールや電話がかかってくる前に一度そのよくあるご質問であったりだとか、えー、とそういうお問い合わせをまとめれるようなそういうシステムを作っておくこれによって、えー、とかなり業務は改善されるようになるかと思います。 あととはちょっとこれ事前にやるにはかなりハードルが高いんですけれども、えーとまあ、中国でパブリッシャーを探しておくであったりだとか商標登録著作権登録っていうのをもしも可能であればしておくといろいろとその後中国の展開がやっていきやすくなるかなと思います、はいえーとで。そもそもこれほど中国で何でヒットしたんだろうっていうところなんですけれども、えー、と全く分かんないです。 まあ売,れない売れない理由なら結構思い当たることはあるんですけれども例えばもうゲーム時代かなり極端な街ゲームです数日帰ってこないこともありますで、えー、とゲーム時代の,その主役カエル両生類ですねカエル嫌いの人って結構いるみたいでデフォルメしてるとはいえまあその小動物の他に虫とかも結構出てきたりはしますなのであまり女性向けでそういう意味では女性向けじゃないはずなんですけれども であとはこのそもそもローカライズしていない先ほども申しましたけれども中国語にしないですなので中国で流行った理由がわからないですまあいろいろとありますあのでえっ、ー、とゲームとしてもかなり人を選ぶつくりになっていてまあとてもあの幅広い層を対象にしたゲームではないとは思うんですけれどもまあ中国のユーザーからの評価としては仏系ゲームというワードで。 えとっと意味としてはもう本当にに何て言うんでしょうね何もしなくてもいいただ見守るだけであったりだとかあのち,ょちょっと悟ってる系の今までのガツガツしたゲームとはちょっと違うゲームとしてこういう仏系ゲームっていう表現で口コミが発生してあの広がっていったっていう経緯があるみたいです。 えー、SNS で幅広い層へ拡散、えー、と中国はどうも日本に比べて日本よりも SNS とかによるコミュニケーションの力が強かったりだとか幅が広かったりするらしいんですね。で、えー、とその SNS で、まあ、例えば一人が気に入ってくれて旅帰りのことを気に入ってくれて遊佐、えー、さんが SNS SN へ投稿してくれた。 でそれを見たユーザーさんが、えー、と興味を持ってダウンロードでその中で、まあ、ダウンロードした人の一部がまたあの気に入って SNS へ投稿っていう感じで仲間内からそれを見た周辺にどんどん興味が広がっていくことであの広がっていったらしいんですねもう1人の発信が一ユ,ユーザーの発信が1ユーザー以上呼ぶこれによって中国で一気に広範囲に広がったらしいです えとちょっともう一つで、えー、とこういう SNS を発信をしてもらうためもしくはその SNS によ交流をしてもらうために工夫をしていることがあります、旅カイルで、えー、と画像の投稿をできるようにする、まあ、結構しあの、しているゲームは多いとは思うんですけれども旅カイルは特に、えー、とスクショではない何か特別なものを用意そしてなるべく他の人と違うものになるようにする。 えとこれは旅館での写真とかでそれが出てるんですけれども、えーとまあ、レアな写真であったりだとか、えー、とよくある写真もあったりはするんですけれども、えー、と結構それがあのこの動物が出てたり出てなかったりあのここのちょっとした風景が違ってあったりだとかそういったものの、えー、と同じ写全く同じ写真っていうのをなるべく出ないような工夫をしてます。でもう一つが、えー、と分かりづらくする えとどこに行ったかとかどこに旅に行って帰ってきたかっていうのを写真はくれるんですけれども帰れば何も話してくれはしないので、えー、ともうどこに行ったかが分かがないんですね例えばさっきの,あのお城のような写真があったとしても、まあ、知ってる人はすぐ分かるんですけれども知らない人は全く分からない。で、えー、とそういったものをそのユーザーさんのコミュニティの中であの会話としてここってどこだろうとか。 こういうとこ行ったんだけどどこか全然わからないとかでそれに対してあここ行ったことがあるとかここ何々だよねみたいなそういうふうな話をしてそのユーザーの間でのコミュニティでの話題が発生する、まあ、そういうふうな作りそういうのを狙って、えっと、わざと分かりづらくするっていう仕様を入れてはいますあ、えー、もちろんかあ全く分からなくても遊べるようにしてますはいかわって、えー、私からあ ヒットを最大限生かすために、または次回作のヒットの確率を高めるためにゲーム作りそのもの以外でやるべきこと、長いというところなんですけど、あのこれ、昨年のユナイトの講演の中でもありました、世界的なヒットはホームランを打つようなもの、ただヒットの確率を高めることはできる、それはあの僕もものすごい同意です。でそれを… 僕らユニティなりの観点でというところでの話なんですけれども改めてユニティとしてのミッションでこの中で今回特に触れたい部分なんですけどもこの成功を支援するという部分そもそも何を支援したいのかというところでいくと皆さんが作られたゲームがより多くの人に遊ばれることというのを支援したいその状態を作っていきたいというのが僕らのこのミッションの3番目に対して重ねている思いになります。 はい、ではゲームがより多くの人に遊ばれるためにはといったときにまずどうしても格となる部分というのはゲームそのものの面白さというところがありますただそれだけではなくて、えー、ダウンロードを増やすための取り組み継続してもらうための取り組みというのも必要ですでさらにシェアしてもらうための要素取り組みというところも考えないといけないですでさらに言えば収益を上げるための取り組み それは、えー、さらに新規のダウンロードを増やすためにということで、えー、広告出稿にみたいなケースもあればあ次回作の開発資金にするためにという意味合いでもこれらの周辺要素というのがどうしても必要になってきます。でつまり、まあ、ゲームそのものの面白さを磨く以外にもやるべきことがものすごいたくさんあると。 でそこに対してなんですけども僕らユニティがサービスとしてカバーしている部分なんですけどもこの赤い部分ですねユニティアーズ広告出向としてという意味合いのケースであともう一方左の部分に関しては収益を上げるためのという意味合いでのユニティアーズであとは継続率を高めるという意味合いでユニティアナリティクスぜひ活用していただきたいと。 いいいいっった部分で僕らのサービスが構成されててるという位置づけになっていますで、まあ、シェアしてもらうための様相取り組み、まあ、ここに関するサービスというのは以前はあったんですけどもで、まあ、今後何かしらの,のサービスじゃないにしても周辺僕らとして取り組めることというのをいろいろ作っていきたいなという部分ではあります。 でもあのここはあの先ほど高崎さんがお話しされていたような実際に何がシェアされるのかみたいな話を参考にしていただくのがベストだなと思っています、はい。で改めて、えーまあ、僕らいろいろ周りでサービスなんとか支援しようとしますっていう話はあるんですけれどもただそれでもやっぱり最も気になるっていうのはゲームそのものの面白さだなっていうのは思っています。 っていうのを考えた時にデベロッパーとしてゲーム開発そのものゲームを面白くする工夫に最大限時間を取れるかどうかっていうところが結局は面白さを突き詰めていくっていうところでの大切な項目の一つなんじゃないかなっていうふうに僕らは考えています。でこれを僕らとして逆にあのじゃあどういう 立ち位置で何をやらないといけないのかっていうのを考えた時に逆にそのゲームを作ること面白くするための時間を奪ってはいけないとあとデベロッパーの皆さんがゲーム作りに最大限時間を投下できるように周辺のやらないといけないことっていうのをサポートするこれが僕らとしてのミッションに連動した取り組み内容っていうところで日々活動していますはい でえー、この図で言ったときのまず1点目、ダウンロードを増やすための取り組みとしてできることというところから順次、各項目ごとに話をさせていただきます。はい、まずう大きな区分として2つ、自然流入、広告流入とこれがあったときにそれぞれいくつか、まあ、自然流入分解したときにというのがあるんですけれども、まず1個目、えー、基本流入の間口を増やすというところを考えたときに、それって何なんだと。 でえー、いろんな話はあると思うんですけど、これ1個だと思ってるんですね。最初から海外を視野に入れてゲームを作ることと、おいおいと、そもそも日本でヒットさせるのも難しいので、グローバルでヒットさせるなんてもっと難しいんじゃないかとお考えになる方もいらっしゃるかもしれないです。ただ、あーこれは僕らあの以前まとめてあのデータとしてお出ししたことがあったやつ、再度持ってきてるんですけれども、僕らから見たときの。 これはユニティアーズから見た時のトップゲームのほとんどっていうのは海外収益もあってっていう形なんですね。で、ね、半分のゲームがまあ海外収益でも構成されているこれがあの日本のデベロッパーにおいてっていうところなので、えー、冒頭で海外でヒットするっていうところがまあ決してひと事ではないもう全然当たり前に身の回りであるような状況なんだっていうところはこれはなおさらあのこの部分でもお伝えしたいなと。 っって思って思いる部分です、はいでえー、それひもいた時にっていうところで台湾はまあ文化的な、まあ、近さみたいな親近感みたいなのもあって,って受け入れてくれるケースが多いみたいなので比較的ヒットしているケースっていうのは多いですとであとアメリカのケースで中国だったら当たるとドンときますみたいないくつかあの地域によっての傾向っていうのはありますとで、えー、じゃあその収益の構成費ってどうなってるんだって言った時に海外収益の方が多い っていうケースいいっっぱいあるっていうのがこれがトップデベロッパーのトップゲームの状況になってます決してあの1本や2本っていうそういう話じゃなくてポコポコこういうのがもう当たり前のように存在しているっていうのが状況ですはいでもとはいえじゃあどうするんだっていうところでいきなりいろいろなローカライズをみたいなところっていうのはやっぱりあの腰が重たい部分になるかなと思うので おすすめとしてはまずはあの気軽な部分から取り組んでいきましょうというところでそもそもゲーム内の言語説明の省略アイコン化できるようなところがないかっていうのが入りとしてあると思ってますあとはアプリのタイトルストアでの説明文だけでも複数言語対応にすると先ほど高崎さんの話にもありましたけどあのタイトル変えているだけでもあればなみたいなとかっていうのがまあ後から で、得ることも想定して取り組める。まあ、比較的ハードルの低い部分なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その中でもしその受ける国っていうのが傾向として出てくるようなところがあれば、そこからまあ強化してやっていきましょう。っていうのが、こうまあ緩く緩く入っていく一つの形なのかなっていうふうには思っています。で、もうがっちり入ってきます。っていう話であれば、もう先ほどのようにケースとして台湾はすごくまあ確率が高い。 すごいあのビッグヒットを狙うんだったら中国でとかみたいないろいろなあの方針っていうのがそのゲームそれぞれのまあジャンルの受けみたいなのを考えながら取り組まれるっていうのもパターンとしてはあるとは思っていますはいで、えー、じゃあフィーチャーに関してっていうところなんですけど、まあ、そもそもあのストアのガイドラインっていうのはまあ一応考慮する要素っていうのは例示はされていますとで合わせてリリース前から こういうういいゲーーム作りまますすよ、よリリースしますよっていうアピールするための窓口って用意されているっていうのがあるんでえまあ中には皆さんもうすでにあのそれぞれまあやり取りしてる人がいてみたいなケースっていうのもある人はあるとは思うんですけれどもまあ始まりはここっていうところからっていうのであのやらないよりはやるっていうところで1個必須の対応としてあると思っています。はい で、一方で、じゃあ、フィーチャーされたらゴールなのかといったときに、これは、ブードゥのスネーク VS ブロックというゲームのケースなんですけど、これ、ブードゥ曰く、ワールドワイドのフィーチャーで得られたのは20万ダウンロードですと。で、一方で、広告出向で1ヶ月に得たダウンロード数、2000万ダウンロード。全然桁違いの数っていうのを、まあ、日々の取り組みとして行っているっていうのが、まあ、こういった。 ゲームこういった会社の取り組み方ですと。で改めて「Voodoo」って何なんだって言った時にそもそも今 Voodoo って自分たちで企画開発ってしてないんですね。完全にあのパブリッシング業務としてのゲーム発掘っていうところに特化していると。で今あ話をしたように圧倒的な広告出向でランキング上位を維持するっていうのがまあパターンになっているっていうような。 会社ですでちょっと言い方を変えるとこのブ o o d o o の元気を支える特徴3つで1個は今の広告の話ですねであとは、まあ、動画インタースティシャルを多用した収益化っていうのは、まあ、これちょっとうっとしいなと思うぐらいにあの広告を出してみたいな、まあ、ちょっとやりすぎ感があって真似しづらいみたいな感じの、まあ、取り組みで3番目に関してはこれは参考にする 要素があるるなって思ってるんですけれどもリリースタイトルどうするのかっていうところの見極めあとはリリース前にブードゥなりに回収するっていうところがあってタイトルを選んでいるのでこれに関しては継続率という観点で参考にし得るっていうふうに思っていますでなぜかっていうところなんですけど まあシンプルにブードゥとしてえーこれ大事にしてる指針というのが継続率がいいと判断したタイトルしかリリースしないですっていうのを明言しているんでここを参考にするとはいパートがあって継続してもらうための取り組みとしてできることというところなんですけれども このような流れです、まず最重要基準、継続率というところで、高タイトル、いくつかあったときに、アナリティクス導入して継続率高いかどうかでチェックしますと、で、ブードゥなりのチューニングをして、それらの数字というのがどうなるのかっていうのを見て、よかったら本リリースで、このチューニングってなんだというところで、いくつかピックアップします。まず1個目、ルール説明の最小化と、で、チュートリアル不要に極力解任できないか。 ゲームプレイそのものも簡素化できないかこれってあのまあこの点のハイパーカジュアルだけの話ではなくて皆さん作られるどういうゲームだったとしても様相簡略化できるかどうかっていうのは一個のまあ入り口の作り方として参考にする部分だと思っていますどうしてもあの最初のルールを覚えないといけないっていうのはハードルになる部分ですのでまあ 一つの考え方としてポイントとしてというところですねあとはこれグローバルでというところなんで言語の壁を作らないっていうまあシンプルにやることをまあ抑えているっていう話ですねで2点目ワンプレイの時間が長すぎないかとで目安3分にとでそのためにまあ難易度を上げる調整だったりとかステージを分けるとかっていうのをまあ事前に行った上でっていうのがまあブルドゥなりのチューニングの1個ですと でこれ目的としてはあの隙間時間でも起動してもらえる結果その何度も起動してもらえる習慣化するみたいなところを狙ってというような話ですね逆に長ければまあそれでちょっとこれ今できないしなみたいな形のハードルになってしまうかもしれないという考え方ですはい次でえーゲームプレイそのもの以外の継続要素があるかというところなんですけど基本的にまあゲームが面白いからやるっていうのが まあプレイヤーとしてのマインドではあるもののただそこに加えて途中でまあ目的が切り替わっている部分っていうのがあ,ありますと何かしらの収集ミッションのクリアみたいなところが目的に切り替わるとでそれ何でかって言ったら例えばハイスコアであったりとかあの強化であったりとかレベルの上がり方みたいなのっていうのがどうしてもあのまあなだらかになるようなタイミングが出てくるんでそこでまあ背中を押すような要素としてっていうのを用意するつなぎ止める。 っていいいううような意味合いですねはい、次、呼び戻し要素、もう一度起動するメリットを提供できているかどうか、例えばこの例でいうと、オフラインの時間にコインがたまりますよというのが分かってるから、もう一回起動しようと思えると。で、もう一個、似たような形で、翌日に限定したときにどうなんだと。明後日でもいいみたいなのであれば、またちょっと違うと。 絶対あの毎日今日も起動しないといけないみたいな形の仕組みを取り入れることによってまたそれも変わってくる部分があります。はい、あとは動画リワード広告の活用といったときにこれは収益化というよりもむしろあのもうワンプレイをしてもらうみたいな形ですね。だいあのなかなかあのスコアがたまらなくなってきたときにここで広告を見たら一気にまあ評価できますよみたいな報酬が与えられることでまあもうワンプレイみたいな。 っていうのもこれどこで入れるのかっていったときにあの1回起動したら5回プレイするぐらいが平均ですねみたいなのがあったときに攻めた5回目までには入れておきましょうっていう風にするとまあ6回目やろう7回目やろうみたいな形でもう1回もう1回みたいなのが続いていくっていうのがまあ入れ方ですね。はいこれらまとめるとまず入り口でつまずく人をいかに最小限にできるのかというところでついでゲームプレイそのものの面白さを引き出す。 そういう意味合いでのチューニングでさらにゲームプレイの面白さ以外の継続要素っていうところも付け加えるとでまた起動してもらうっていうところをやった上で、まあ、数字が良かったものをリリースしてますよというのが基本的なサイクルでこれは決してあのハイパーカジュアルだけではなく参考にできる要素があるなとは思っていますはい継続に関してもう1点今度は別の観点でユニティアナリティクスぜひ活用していただきたいです でアナリティクスなんとなく見てますっていう話はあります結局何をやればいいのかシンプルにもう改善アクションを取ることがない数値は見る必要がない設定しなくていいっていうもうこのマインドでお願いしますじゃあ具体的にどうするのかっていうので、えー、流れこういう感じでやっていきましょうっていうのを今お伝えしていきますまず今あの継続に関してという話なので継続率にフォーカスしてというところで 1一番目、やりたいことを明確にすると、翌日も遊んでくれる人を増やす、7日後も1か月後もというところで、でこの時に見る指標、まあ、そのままですね、翌日、7日目、30日後の継続率とでそれに関係がありそうな指標だけ気にしましょうと、で次、現状を把握すると、じゃあ今言った数字が何パーセントなのかとで、目安、これ、カジュアルゲームで言ったら、だいたいこの1730に対して40、20、10っていうのが、まあ、悪くない。 ってていう,ふうに僕らが見てる数字ですこれもずっと高いような数字で、えーまあ、動いているようなところっていうのもそれはそれでいっぱいあるんであのここがあの最低ラインというかここを割り込んでたらやばいと思うぐらい割り込んでなくてここよりも上でっていうのでまあさらに上げられないかっていう位置づけのものとお考えくださいはいで、えー、まずは翌日継続率をっていうところを手こ入れしましょうというところで d a n 1の壁がどこにあるのかっていうところのまず第一の壁がこのルールを理解しきれないまあチュートリアル完了率を見ましょうというところでこれ赤枠で囲っているところ文字としてちょっと小さくて見えないと思うんですけどこれアナリティクスの管理画面においてニューユーザーズというところとあとチュートリアルコンプリートっていう名称でっていうところでそれを掛け合わせたやつでチュートリアル完了率を見ましょうと。 で、どうするのか、まあ、チュートリアル見直しましょうと。で、その時に、さらに詳しくするのかみたいな話もあるんですけど、一方であの、教えることを減らすみたいなのっていうのも、ゲームによってはパターンとしてありかなと思っています。まあ、一気にいろいろ覚え込ませられるのはつらいっていうところで、それを制限することが方向になるケースというのもあると思っています。D1、第2の壁というところで、ゲームの楽しさが分かるポイントまで到達できないっていうところ。 これはあこの初期ユーザーがどれぐらいのプレイ時間なのかっていうところでそこに収まる範囲内でぜひ、まあ、そのゲームの楽しさっていうのを持ってきてもらいたいと皆さんが作ったゲームが楽しいと思っているポイントが大体いい3日ぐらいやり込んだら面白いって思いますよみたいなのだともったいない伝えきれてないみたいなところを早めに持って分からせるっていう取り組みですね。で7日だったらどうなのか なかなかレベルが上がりづらいみたいになってきたときに見たいのは、これ、セッション数というところで、3日目までのユーザーと4日目以降のユーザーでどれぐらいの起動する頻度が変わってきているのかっていうところ、それによって、取るアクション、ちょっと慣れてきたユーザーがハマる要素を作れるか、で、停滞を底上げするような難易度調整が必要ないかどうか、あとはゲームプレイ以外の目的で起動する呼び戻し要素みたいなところが観点になります、は。い でこれまで触れた内容っていうのは全部ノンコーディングで可能というところで必要な内容は Unity Analytics をオンにするというののデフォルトの指標またはスタンダードイベントから必要な項目を設定するだけですと。スタンダードイベントなんだと。イベントトラッカーを使用することで行動記述せ理に実装することが可能と。この赤枠で囲っている部分なんですけどこれプルダウン。これ カスタムイベント以外のところ5個あってでそれを選ぶとさらにあのブレイクダウンしてみたいな感じで選ばれているやつなんですけどこれがあのユーザーの最初の入ったところからだんだんの態度変容していってユーザーがそのゲームにロイヤルティを高めていくみたいなそういう流れを考えた構成で作られていますプレイヤーはチュートリアル進行できているかという区分があり で次、ゲームプログレスというところで順調にレベルステージを進められているかといった形で計測区分が計測仕様がまとめられているとで、収益化関連項目に関してであと、特定ページこのページがキーになるみたいなのがあればというところであとはエンゲージメント関連ノーティフィケーション使われているかどうかであったりとかシェアに関しての状況とか。 っていうのを見ていくみたいな中でユーザーがどこまでこのゲームを好きになってくれているのかなっていうのを分かりやすく追っていくようなものを計測としてまあ使いやすくなっていますというところですエディター2017.3以上であればビルトイン済みというところで皆さんあの実は気づいてないかもしれないという人はぜひ見てみてくださいはいで次収益を上げるための取り組みっていうところのパート はい、旅カエルとその他のゲームに関してとていうのはちょっと巻きでいかせていただきます。えー、と旅帰るの収益スタイルについて少しお話しさせていただきます。えー、と無料のアプリの収益方法というと、まあ、やっぱり、えー、とアプリ内課金、アプリ内購入って書いてますけどアプリ内課金、えー、とであったりだとか、えー、と広告収益なんですけれどもそれぞれメリット、デメリットがあります。取り入れるには でもえっ、ー、と、旅カエルでは、えっ、ー、と、どちらも入れてます。えっ、ー、と、もちろん入れるにあたって、広告では、えっ、ー、と、広告で工夫をしてます。えっ、ー、と、まあ。工夫といっても。ちょっと、あの、現実とつなげやすいような環境。旅カエルでは、えっ、ー、と、郵便。ポストを。除くと。えっ、ー、と、ちょっと、カエルの友達からチラシが配られてくるっていう、ちょっと不思議な仕様なんですけれども。えっ、ー、と、そのチラシをタップすると、広告が表示されるっていう仕様になってます。 やっぱりあの若干、無理はあるんですけれども何か理由があるないではやっぱりある方がユーザーさんは受け入れてくれやすいですで一度受け入れてもらえると多少変なちょっと無理があるなって思ったとしてもそれ自体結構あのちょっと面白い要素の一つだなと感じてもらえてるっぽいです、はいでえー、となぜ2つ入れてるかっていうのでアプリ内課金と広告でのちょっと役割を分けてます。 帰えっと旅えるは基本無料の薄利多売系のゲームです。なのでユーザー数がたくさんいて、まあ、そのユーザーさんからちょっとずつ、えっと、収益が得られればなんとか運営していけるっていう形をとってはいるんですけれども、えっと、広告収益はその,の利点としてはユーザーの人数に応じてあの継続的な収益が期待できると。えっと、でまび、あ、かるのその 収益の一つのその広告なんですけれどもえー、っと途中からですけれどもユニティアドファンを入れさせていただいてます、えー、っとそのあ青の部分がアンドロイド版に導入赤の線が、えー、っと iOS 版に導入したあとですね、えー、っとちょっと一個山が大きいのがあるのですちょっと分かりにくいんですけれども一応客単価がちょっと上がってますね はいえー、とユーザーさんの数に比例してやっぱり収益が上がっていくとと,ともにそのユーザーさん一人一人から得られるあの広告の収益額も大きいとやっぱり収益につながってくるのかなと思ってます。でえーとまあ、収益自体はこれで結構、もうあの割と満たされてはいるんですけれどもなぜアプリ内課金を入れているか、えー、と収益自体もあの目的の一つではあるんですけれども、えー、と理由があります。 単純に初期ブーストの選択肢を用意したい、やっぱり SNS で広まっていくと、ユーザーさんと同じところに早く追いつきたいという気持ちがある人が多いので、そういうプレイ意欲のあるユーザーに応えるためにも、こういうブーストをする課金というのは欲しいのかなと考えていれるようにしています。はい、はい、もう一点 こちらのゲームはキーノートで見た方覚えてますでしょうかこれあのスーパーセルの子会社なんですねでポイントとしてなんですけどこれ IAP でこの収益広告でこの収益でほぼ動画リワードのみユニティアーズのみ利用してますっていうところなんですけれどもこれなんでここに持ってきてくれるかっていうと狙っているのはここでしたっていうところでハイパーカジュアルミッドコアの間で IAP アーズいかに共存できるかで好意的に受け止められる広告を というので取り組んだ結果というところなんですけれどもこれが初めての広告実装のケースではないですとでただ変えた部分ここ変えましたというところであとポイントとしてなんですけれどもこのインストールが発生しやすい状況を考えるであったりとかプレイヤーが広告してでインストールで出てってでまたゲームに戻ってくるみたいなのをどう確実にできるのかみたいなマインドセットで 取り組んで、実装を考えたっってていいうところがまあポイントになっていますでこう収益ががんと、オレンジ色が IAP の収益、青が広告の収益というところなんですけど、なぜこう跳ね上がっているのかというところ、2つ取り組み、まずユーザー獲得の取り組み、であともう1個広告収益の取り組み、で両方ともテストいっぱいいろいろやってますっていうのがあのシンプルな話なんですけれども。で その中でこれ僕らとしてもあの両面でいろいろテストをまあ取り組んでっていうところで今回、特にあの収益化の方にフォーカスしてっていうところで DAU 以上に収益上がってますというところなんですけども例えばまあこんな感じのテストをやっていますとでえその一例というところで言ったときにインタースティシャル継続率にマイナスの影響も出ますねと毎回表示するのとまあ回数を制限する。 というところで、テストをやった時に出ている結果、ですとで結果その後どうしてるのかっていうのでいくと、今行き着いてるのが、例えば動画インターステーショルであれば、無課金、または動画リワード広告も見ないプレイヤーに対してのみ表示をすると。で、動画リワードほとんどのレース後にと。といったような形で、今行き着いているというのがあります。で、これはファストレーンとしての。 観点でこういう4つのポイントというところを挙げているんですけれどもまず動画リバードの方がメインになってますとでレース終了が ECPM が高いとこれはあのインストールしてもうまた戻ってきやすいみたいなタイミングも考えてといところで結果的にあのまあどこが ECPM が高いのかっていうのまで考えて実装しているとあとはどこまで潤沢な報酬を付与するのかっていったときにこの通常プレイで得られるもので IAP で買えるもの っていうところのまあ間に来るもののこの間の開きが大きいと感じられるかどうかっていうところがまあポイントっていう話ですで。あとはまあ後ろめたくない広告実装というところでまあハイパーカジュアルの着られるような広告みたいなものはやりたくないよねみたいな中でやっているって話ですね。はいでえーまとめというところなんですけど改めてえーゲームそのものの面白さを磨く以外にもやるべきこといっぱいありますよねっていう中でただキーは ここで改めてゲーム開発そのものゲームを面白くする工夫に最大限時間を取れるかっていうところがデベロッパーの皆さんが一番大事にしたい部分だと僕らは考えていますのでこのミッションにのっとった時に僕らとしての,の言い換えゲームを作ることを面白くするための時間を奪ってはいけないでそのミッションのもとにユニ i t ィの各サービスに関してもその指針で 作られています。ノンコーディング、SDK 不要。でもう一つ、開発者の皆さんがゲーム作りに最大限時間を投下できるように周辺のやらなければいけないことをサポートするというところで僕らやります、いろいろ声をかけてください、リリース前からぜひぜひというところで、えー、例えばありがとうございます。 というので直近でリリースされているタイトル一個例で持ってきてますとパレードという,うリズムゲームですねで、えー、ホールでもシーがありますで、えー、これも動物がいるというところでヒットの可能性があるんじゃないかっていうふうには思っていますぜひぜひ皆さんおこがけくださいあの僕らあの一緒にそのゲームをどう高めるのかっていうのを楽しんでいきたいなと思っています。 はい、ごめんなさいちょっと時間オーバーしちゃってるんですけどあと数分です。開発者とユーザーとして、えー、と私が、えー、と猫集めと旅カエルを作ってきてあの感じたことをちょっとまとめさせていただきました。えー、とまず遊ぶのはユーザーさんであることを意識するでもう一つが、えー、とそのゲームはユーザーさんのものになるちょっとこの辺分かりにくいんですけれども、えー、ともうそのリリースをしてしまって入手した そのゲームっていうのはユーザーさんがもう管理するユーザーさんのデータだともっいかに思ってもらえるかっていうのが結構重要だなって感じてますでもう一つはユーザーさんのコミュニティに干渉しないまあ全く干渉しないっていうわけじゃないですけれどもえっとまあそこにまあ無駄に干渉していくんではなくてあの仲間内で宣伝して仲間内で盛り上がっているところに無駄に入っていくっていうのはやっぱりやめた方がいいのかなと思ってますやっぱり仲間内で広まっていくっていうところでどんどん SNS では火がついていくものかなと思ってます えとなのでまとめとしては、えー、と開発者はエンターテイナー側として、えー、とユーザーさんをいかに楽しませるかユーザーさんがどういうふうに楽し,もう楽しんでいくかっていうふうなのを考えながら作っていくのがちょっとゲーム作りとしては大切なんじゃないのかなと思ってます。はいえー、とヒットはユーザーさんがさせてくれるものであって、えー、と自分たちで狙っ、まあ、頑張って狙って,いく狙っていくんですけれども結局はユーザーさんの評価があの大きなものになってくるのかなと思います。 はい、以上になります。皆さん、ご清聴どうもありがとうございました。